皆さん、こんにちは。2018年、宅地建物取引士、ハイブリッド合格フルコース、えー。こちらの講座説明の方を担当させていただきます、えー。レック専任講師の友次です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回ですね、こちら2018年度、ハイブリッド合格フルコース。こちらの方のコース説明をいたします。 で、まあ、何なんだろうかというところが、まず正直な感想だと思うんですよね。何がハイブリッドなんですかとね。ねタイトルからまた謎が深まるようなものになってると思うんですけれども、まずですね、こちら、まあ、パンフレットなんですけれども、こちらのところですね。はい。2018年ハイブリッド合格フルコースというふうに書いてありまして、こちらご覧ください。レック宅建講座で初。 通学プラス通信のハイブリッドで効率的に合格を目指す講座になっております。 まあ、今までの講座は、例えば通学クラスであると、まあ、そこに通信ってついてきましたけれども、まあ、基本的には通学っていうことでやっていただく。で、通信っていう風になると、まあ、最初から最後まで、す、え、べ、ー、て通信という形でやっていただく。というのが、まあ、基本的な講座の考え方だったわけですよね。で、それをちょっともう、新しくしてしまおうと。通学と通信を合わせて。ですので、通学もしてもらうし、通信のみの 講座もあるし、という形で、えー、やっていこうというのがですね、こちらハイブリッド合格フルコースのまあ基本的な考え方になっております。で、こちらですね、まずですね、えー、週1回2.5時間で OK というふうに書いてあります。まあこれは週1回2.5時間で OK は何かというと、まあ要するに通学がということです。 通学は週に1回、2.5時間で、OK、まずですね、こちら、えー、基礎力養成コンプリート合格講座というのが全17回あります。でこちら、フルカラーテキストを徹底活用というふうに書いてありますけども、今回ですね、新しく出ましたこちら、基本の達賢詞というテキストがございます。でこちらの基本の達賢詞というテキスト、まあこれ3分割できるんですよ、これ中身がですね。えー、この中身が3分割できて、まあ今、 手元にこれ第1巻の権利関係がありますけれども、まあ、こういうフルカラーのテキストで講座をやっていくということになっていきます。 えこちらですね、はいまあ、こういうテキストを使って、えー、インプットの講座をやっていきましょうというのがまずはこちら「基礎力養成コンプリート合格講座」なんですけどもこちら全17回あります。で毎回毎回こう範囲をやっていただきまして、まあ、今回は意思表示ですよ今回はまあ、ねえー、代理ですよという形でまあテーマがありましてでこちらを受けていただいた場合その週でこちら。 解答力養成、コンパクト演習講座というのがありまして、こちらを同じ範囲なんです、実は。同じ範囲を、まず、こちらで通学で、まあ、新宿エルタワー校でやるんですけども、新宿エルタワー校の方に来ていただきまして、講義を受けていただきます。2.5時間の講義を受けていただくと、それと同じ範囲の、こちら、問題演習講座が、今度はこちらはご自宅で、通信で受けていただくということになるわけです。 でそ,してそれを受けて次の週にまたこちらコンプリート合格講座で通学でですので通学していただいて内容の説明を聞いてそれを家に持って帰って演習していこうという形のこのリズムですねこれをまずは作っていただくというのがまあ前半のポイントになっていきます。 そして、まあ、終わったあとはですね、えー、こちらが合格コードが終わったあとはアウトプットも、まあ、通学の方でやっていきましょうということで実践力要請パワーアップ演習ですのでまあ通学の何て言うんですかね、えー、時間が少ないこれがまず一つの特徴になります。 でこれはどういうことですかって言いますとやはりあのスーパー合格講座ねマスター演習講座レックの、えー、講座になりますと週に2回というのが基本的な考え方になってくるわけですねで週に2回通学をしていただいてやっていくとでそうするとまあなかなかですねうん時間が取れないといやちょっと週に2回スクールに通うのは無理なんですよねと でそうすると、例えばスーパー合格講座にしろ、マスター演習講座にしろですね。じゃあ通信クラスがありますと。で通信クラスで、じゃあ全部通信でやりますっていう風になると、いや、サボってしまいそうなんですよね、という方がやっぱいらっしゃるわけですよ。ですので、じゃあ、まあ、通学を最小限に抑えて、で全部通信っていう風にすると、まあ、サボってしまうかもしれない。なので、週に1回は来ていただこうと。 ですがじゃあその週に1回の講座だけでじゃあ全てを網羅できるかっていうとなかなかそれはきついのでその分をどうしようかじゃあご自宅でやっていただこうという形で数学と通信のダブルでやっていこうというのがまずこのハイブリッド合格フルコースの一番の目玉ということになってくるわけですね。 これがですね、まあ他の講座との一番の違いです。通学だったら通学ですし、まあ、通信だったら通信なんですが、この講座は、えー、通学と通信と両方やる。ですので、まあ、あの、エルタワー校の、えー、方の担当は私なんですけれども、エルタワー校の担当は私っていうか、エ、え、ル、ー、タワーでしかないので実質私だけなんですけど、えー、でこちらの,あの収録も私でございますので、えー、まあ私が、まあ、 どちらもやるので,で収録したのも私ですから分かってるわけですよね何を収録してるかっていうのはですのでまあ何か質問があったらここで答えることもできますしまあもちろんですね「えあそこ聞きました」とか「まだやってないですか?」とか、まあ、ペース確認をしていくこともできるわけですよですのでまあ挫折を限りなく減らそうということなんですねでも忙しい方のために 週に一回来ていただこうというのがですねこのハイブリッド合格フルコースの概要と いうことになってくるわけで,す、ね、でまあ要するにこの基礎力養成コンプリート合格講座インプットの講座ですですのでまあレックの普通の講座で言いますと例えばスーパー合格講座とかそれに、えー、値するものなんですけれどもまた違いがありましてこれ何かというとスーパー合格講座は全部で34回かな、えー、生33回プラス、まあ、通信1回で34回だったと思うんですけれども半分ですそうですので、えー、まあ倍速で進んでいきます で倍速で進んでいくんですけれどもそうするといや初心者なんですけど本当に卓犬なんて勉強したこともないんですけどはいですので極限にまで基本に戻ったテキストを使っていきますそうそこで初めての方でですね例えば、ね、倍速でやりますって言ったらいやそれはちょっときついですよっていうふうになると思いますですので本当に基本の基本の部分だけを まままずは固めていきましょうということとこになりますですのでペース的には、えー、倍になりますけれどもその扱う範囲的にはですね範囲的には倍になりますけれどもじゃあ、えーね、2倍の速度で、えー、情報量を進んでいくのかというとそうではないです、えー、ですので情報量を極力抑えて基本のところ基本のところねえー、それをなのでこのテキストがベストなんですよ。 そうまあ、これ難しいところってほとんど入ってませんので本当とに、えー、基本の部分だけが書かれているものですのでまずこちらのところで本当の基本の基本を押さえていただいてじゃあプラスアルファのところはそう問題演習も通しながらこっちでも知識を入れていただこうという形になっているわけですねだからこちらでもプラスアルファの知識えー、でもそれで分かんなかったらどうするんですか質問はできますという形ですね。そう こちらもですね、えー、全17回なんですけども、こちら、通信でやっていただくんですけども、通信になってくるとですね、1回2時間半ですか、無理ですと、そう、なかなか厳しいんですよね、2時間半のまとまった時間を取るっていうのが、何が厳しいかというとですね、飽きるんですね、まずは。うん、まずは飽きますよ、これ。えー、あのー、まあ私も、あのー、 仕事をしながら卓研取ったタイプですのでまあそこら辺気持ちはすごくよくわかるんですけれども、うん、見れて30分かなっていうなんかもうそうしないと明日の仕事に支障が出るんだよというふうになってしまうと思うのでこちら全17回とは言ってもですねそう3十分かける3セット,ですそう分セットつまりまあ90分のものが全17回なんですけどそれを30分に割ってあります。 ですので例えば、えー、1日30分ずつ見ていこうって言って週3回どっかで使っていただくという形で十分間に合うようにしてあります。えー、もうあの仕事が終わって帰ってきてですよ眠いじゃないですか寝たいじゃないですか2時間半は嫌ですよね、えー、でもなんかあの途中で止めるとなんかね、えー、その途中から再生するのもなかなか厳しいわけですよですのでもう30分細切れにしてあります。でですので 少しずつ少しずつでいいからやっていただきたいというのがですね、まあ、ここのですね、えー、解答力こちらなんですけれども扱う問題は、まあ、なるべく4択問題中心にしようとは思ってますしなるべくウォーク問と共通の問題にしようと思ってますでそうするとウォーク問の中の何問かはもう解けてるぞっていう段階でですねこっちに来ていただくとそうウォーク問ももうある程度解いてるぞね それがまた一つの自信になってじゃあまだ、えー、こっちのコンパクト演習講座で扱ってなかったウォークモンをこの時期から解いていこうっていうふうにやることもできるんですよね。なのでなかなかちょっとここは違うものではなくてなかなか同じものにしといた方が学習効果高いかなというふうに思うのでなるべくウォークモンと共通の問題を多く、えー、多くというかもうほぼほぼウォークモンと同じ問題にしたいと思っております。そして、 こちら、インプットが終わったら、今度はまたアウトプットを通学の方でやっていきましょうと、ね。通信では伝えられなかった部分とかもやっぱりあるわけですよ。でそこの部分をですね、えー、9回で実践力要請パワーアップ演習講座という形で、ね、現場で解いていくっていうところをですね、しっかり見ていただきたいというふうに思うわけなんですね。でこれをやっていただきまして、で、模試もついてます。 で直前対策もついてますで。申し訳ないんですけども、あの直前対策のところについては、ちょっと曜日がね、え普通あの通学講座火曜日の夜なんですけれども、ここだけはちょっと、えー、曜日がずれてしまうところも出てくるんですけども、まあ、もしかしたら、じゃここは、じゃ、ね、通信でというふうに、えー、やる方もいらっしゃると思いますけどもね。はい。まあ、そんな感じで、えー、なるべく通学の数を減らしながら、そして、 しっかりと勉強できる。ね。えー、挫折しない体制を作り上げていくというのがですね、このハイブリッド合格フルコースの、まあ、基本的なスタンスでございます。では、どんな人に向いてるんでしょうかと。まあ、例えば、えー、レックですと、水曜日にですね、まあ、がっつり、うん、スーパー合格講座っていうのが2コマ分組まれてます。ですので、まあ、卓球業にお勤めの方は、水曜休みで、そこの講座っていう形で、えー、利用されることの方が多いかなと思うんですけども、例えば、 学生で大学生で資格取りたいというふうに思ったり、ね、したときに例えば土日とかってやっぱりサークルとかが忙しかったりするじゃないですか。ね、でそれでなかなかですねえまあはは聞聞ききににくくいいでですすよよねね土日のだからといってじゃあ、ね、ウィークデーを2日使えるかっていったら、まあ、バイトとかもあってちょっときついですよね。 というふうになってくるとまあ通学週1が限度かなと、ねえー、いう形でまあまず学生の方なんかはね、えー、このコースは向いてると思いますあとはですねあの主婦の方とか ね、えー、もう主婦の方とかだとやっぱり、まあ、子供預けてね来なければいけないって言った時にやっぱり土日預けるってなるとなかなか難しいですよね。あのー、やっぱりね土日ってやっぱ家族ですのでまあその時にねいやじゃあママはちょっと勉強だから一日パパといてねっていうのもまあなかなかねえー まあやっぱそこは厳しいいと思いますよ、えー、ですのでまあそういう形でちょっと火曜の夜だけだったら何とか都合つくんだろうなっていう方とかあとはですね、えー、まあなんていうんですかねちょっと遠方に住んでいて、ね、週2回だとちょっと交通費が大変なことになると、えー、いう方もまあ週1回であればまあ交通費もそんなにね、えー、半分で済みますからまあそういう形でやる方もいらっしゃるでしょうであとはですね、えー、宅建業以外の 企業にお勤めの方ですよね。これはですね、なかなかやっぱりなんで宅検取ってんのみたいな感じで言われる場合もあるんですよね。なので結構こっそりやらなければいけないんですよ。で、こっそりやらなければいけない時に、えー、なかなか通学でね、がっつり時間を使ってってわけにはやっぱり行きにくいところがあります。それも週1回だったら何度かなりますよね。 えですので、まあ、例えば、ね、えー、転職を考えていてですよ。えー、でも今の職場にはバレたくないと。ねえー、そういうような状況の人でも、まあ、いいんじゃないですかね。っていう感じになります。ですので、まあ、いろんな方に、この講座。 向いいてると思いますけれどもただ先ほども言いました通りやっぱり時間的にちょっと少なめになってしまうことは事実ですスーパー合格や、えー、マスター演習などと比べますとね、えー、ですのでその部分はちょっとご自身での勉強時間もなるべく作れるまあそれが深夜であっても構いませんええーね、まあだから逆にあれですよねいろいろ深夜しかね、えー、時間が取れないっていう方もですねおすすめにはなりますよね さすがに深夜に通学講座ないですからね。いやですよね。午前2時から午ね、午前4時までみたいな。ね、始発電車で帰りますみたいな、そんな通学コースないですから。えー、ですので、まあ、深夜しか時間が取れないよっていう方もね、えー、まあ中にはいらっしゃると思います。その方も、まあ週に1回だけちょっと、えー、無理して来ていただければいいかなっていう形で、えー、いけると思います。ね。さあ、そしてこの講座なんですけれども、 ね、なんかあの受講料割引制度とかいろいろ書いてあります、まあ、このパンフレットもあのレックの本校とかにありますので、えー、ちょっとふらふらっと立ち寄ってみるといいと思います、えー、なかなかねあの資格のスクール通ったことがないってい方はどういう雰囲気なのかなっていうのもね、えー、見ていただければいいかなとまあ,あのインターネット上でも見れると思いますけれどもねあの探せば、えー、探せばっていうのもなんか無責任な話ですけども、あのー、まあでも一応一番いいのはやっぱりスクールに来ていただくのがね、えーで こういう雰囲気なんだって見ていただくのがいいなとは思うんですけどもね。はい。まああのこちら画面上でもね、まあ、見れるようにあとインターネットでも見れるようにはなっていると思いますけども、こちらをご覧ください。なんとね、あれ？通学コースの他に通信オンリーのコースがありますね。通信オンリーのコース、それもハイブリッドじゃないじゃないですか。バレましたね。 そうなんですねそう。通信オンリーだとハイブリッドじゃないじゃないですか。そう。まず、えー、ハイブリッド合格フルコースという名前でありながら、えー、なんと通信オンリーコースもあります。はい。そう。先ほど、ね、週に1回だけ来ていただければと言いました。週に1回も来られない方もいらます。ね。その方は、ハイブリッド合格フルコース、ね。えー、通信のみで受けていただくことも可能です。こちら、基礎力要請コンプリート合格講座も通信あります。 えですのでまあそうなるとハイブリッドじゃないですえー、もうこちらも、えー、通信ですえー、じゃあそれは他のクラスと何が違うんですかえー、回数が違います回数が違いますねえー、いやまあこれあの回数が違うっていうのがどういうメリットになるんですかって言って結構あのこれメリットデメリットありますよねあのやっぱり回数が多い方がいろいろ話せますこちらとしてはですのであの回数が多い方があの教員としてはやっぱりありがたいんですよ。 やっぱあれもしゃべりたいこれもしゃべりたいっていうのはやっぱあるので、えー、教員的にはなるべく多くしていただきたいのは事実としてはあるんですけれども、まあ、私もあの、ね、自分が宅検受験をした時にはですね卓研、まあ、業とは全く何の関係もない仕事をしてましたし、えー、まあ実際にあの大学受験科の予備校の国語の教員をやっていたんですよ。で、えー、ですのでもう本当に法律とも無縁ですしっていう状況で。 まあやっていました。で、言ったときに、やっぱり、なかなか時間取れないんですよね。で、まあ私ちょっと独学だったんで、まあ気持ちはわからないんですけれども、例えば、ね、えー、通信講座でやろうって言ったときに、例えば DVD とかがバーッとね、何十枚っていうふうに来て、えー、これ一日一回二時間でね、何十枚ありますよって言ったら、うん、これ、 全部見るのっっていいうことにもやっぱり成りかねなねわけですよ、ね、まあやっぱり意欲的な問題ですよねまずはまずは意欲的な問題で、まあ、それでなかなかちょっと枚数ちょっとね全部見てる時間がないとそうつまり、えーうん、本当に夜しか空いてないんだけどもだからといってじゃスーパー合格マスター演習のあの2時間半かける何回を全部見る時間もちょっと厳しいっていう方はこちらをするでしょうすね。 はい、そういう意味では回数コンパクトになってますので、えー、それはまず一つまあメリットなんじゃないかなというふうに思いますね。であとは、まああの 去年、まあ、スーパー合格受けて、ちょっと新規一転してやりたいっていう方も、まあ、いいんじゃないんですか。えー、という形で、えー、まあ、いろんな、まあ、ニーズに応えられる講座にはなっていると思います。えー、ぜひですね、こちら、ハイブリッド合格フルコース、えー、ご検討いただければと思います。で、もう本当に、あの、最後にもう一度繰り返し言っておきますけれども、皆さんが、例えば、今、どんな状況であれ、問題ありません。例えば、まあ、こういう状況で、ハイブリッド合格フルコースって、 向いいいてままますすかとかととあまり考える必要はないと思います、えー、例えば「本当に卓球なんて全く勉強したことないんですよでもこのコースで大丈夫ですか大丈夫ですよ」えー、でまあねあのー、いやまあちょっと2点足りずに落ちてしまったっていう状況ででもやっぱりゼロからもう一度組み立てておきたいでもやっぱり時間取れないその場合ハイブリッド合格フルコースって大丈夫ですか大丈夫ですよ。 えですので、あのーまあ、こういう方におすすめみたいな話はしましたけれどもこういう人じゃないと、まあ、ついてこられませんとかそういうことは一切ないので、えー、今皆さんが本当に「達見の「たの字」も知らないという方から、ね、数点足りずに落ちてしまったという人まで、ねえー、基本をしっかり固めていきますのでまずその基本を嫌がるっていう状況になってしまうと厳しいかもしれないですけどもそうでなければちゃんと0からから しっかり組み上げていって、積み上げていって、ね、一年間で必ず合格するぞという気持ちのある方であれば、どんな方でもお待ちしておりますので、ぜひ一緒に頑張ってやっていきましょう。えこちらのハイブリッド合格フルコース、えこちらですね、まずは無料体験講座にお越しくださいと書いてありますけれども、まあ、先取り無料体験が4月3日で、え開口日無料体験が4月10日。まあ、あの、実質4月10日に開講します。 で、実質4月10日に開校しますので、えー、一番初めから、えー、まあ、4月3日はプレみたいなものですので、えー、一番最初、初回から通学で参加したいという方はですね、こちら、4月10日の19時15分、えー、新宿エルタワー本校でお待ち申し上げております。えー、一緒に頑張って、えー、ね、1年間で合格、勝ち取っていきましょう。それでは、えー、20分ほどではございましたけれども、どうも、えー、来ていただきましてありがとうございました。では、さよなら。